クルンシーアセットマネジメントの豊巻祐希です。よろしくお願いします。タイで働かれている方におきましても、タイ債券やタイ株式を直接ご購入することができますが、弊社クルンシーアセットマネジメントは投資信託を皆様にご提供しておりますので、本オンラインセミナーではタイの投資信託についてご説明いたします。タイの投資信託の大きなポイントとして、税制優遇付きの投資信託かそうでないかということが挙げられます。税制優遇付きの投資信託はスーパーセービングファンド SSF、 リタイアメントミューチャルファンド RMF の2種類がございます。こちらの税制優遇付き投資信託につきましては、タイで今後長期で働かれ、かつタイの個人所得税をご自身で納めている方向けの投資信託となります。次に税制優遇なしの投資信託についてです。こちらはタイ債券、タイ株式の投資信託とタイから見た外国投資の投資信託、2つに分けられます。こちらにつきましては駐在員の方向けの投資信託となっており、本オンラインセミナーではタイ債券、タイ株式の投資信託を後半部分で詳細をご説明いたします。2020年から税制優遇の金融商品の制度が変更になっております。大きなポイントは LTF の終了です。このオンラインセミナーをご視聴の皆様も LTF をご購入されている方も多いかと思いますが、 LTF につきましては昨年をもって制度終了、今年より代替制度として SSF が導入されております。これに伴い最大税制優遇可能金額も減っておりますので注意が必要です。次に保有期間についてです。 SSF の保有期間は購入後10年間となっております。 LTF は購入後カレンダーベースで7年保有で良かったので長くなっているというのがポイントです。RMF については変更ありません。原則55歳まで保有していただきます。 SSF と RMF を購入した金額については、購入した年の税金の計算からその金額を控除することができます。したがって購入した場合、その年の納める税金が少なくなるということになります。次にリスクです。リスクには3つポイントがあります。1つは早期解約、もう1つは緊急の事象、最後が投資損失になります。最後に当社クルンシーアセットマネジメントの SSF、RMF についてです。 SSF はタイ株式を中心に、 RMF は幅広いアセットクラスの商品をご用意して皆様の運用ニーズに対応しております。ここよりタイ債券、タイ株式の投資信託についてご説明いたします。まずタイの国債利回りについては徐々に低下しており、それに伴いタイの銀行の定期預金もおおむね 0.25% 程度となっており、投資を始めるにはいい機会だと考えております。またタイで働いており、こちらで税金を納めているということであれば、タイの税務上の居住者となり、タイ債券、タイ株式の投資信託から得られるキャピタルゲイン、つまり売却益については税金がかからないという大きなメリットがあります。一方で一部ではございますが、投資信託からの分配金についてはインカムゲイン課税がかかることがありますのでご注意ください。当社クルンシーアセットマネジメントはタイの地場アセットマネジメント会社の特徴を生かし、数多くのタイ債券、タイ株式の投資信託を皆様にご提供しております。また当社では SNS も積極的に行っており、
当社の YouTube チャンネルの中には日本語字幕付きのマーケットビューを毎月アップロードしております。投資信託の口座開設はお近くのあゆたや銀行の支店へご来店が必要となります。ご来店時に必要な書類は記載の通りでございます。詳細につきましてはあゆたや銀行日本語ホームページをご確認ください。